は松崎です。今回はちょっと、まぶしさんから。新企画として、各県チャンピオンと対戦という企画を考えてきまして、全日本選手権予選の各県予選で優勝した人、47人いるんですけど、どういう人がいるのか、なかなか知らないじゃないですか。その県ではもう超有名人。健太さん出てどれぐらいかっていうのを試し楽しめるし、はい、一般の人にも各県のチャンピオン一体どんな人なのかというのを知ってもらうという企画 で、ね、じゃあちょっとチャンピオンに入っていただきましょう。はめまして、青森県から来ました松本智也と申します。よろしくお願いします。お願いします。というわけで最新の青森県チャンピオンですよ。そうですね、やっぱ各県チャンピオンって僕たち草プレイヤーからしたらとんでもない人たち、もう超エリート中のエリートばっかりだと思うんですけど、ちょっと松本さん第1弾に出すのは失敗したなって思うぐらい面白い経歴の持ち主で、中学校はカデットに1回出たくらいで、はい、あと高校は県予選で負けてしまっています。はい、全日本予選も通過したことがない、ジュニアでも通過してないですね。でその後新潟大にで、はい、そこでも全日学も出てない、はい、でインカレは団体戦としては行ってるんですけど、はい、私はあのベンチにも入ってなくてですね、はい、いつから通過し始めたんですか。27かな、ちょうどコロナで2020年とか2021年の全日本の時に初めて宮城県、当時宮城県に住んでいて、はいはい、宮城県予選を通過して、じゃあかなり遅先になるんですかね。そう、まあ、どちらかといったら27で初めて出てる人あんまりいないかもしれないですよね。初めてその県チャンピオンになったのは今回初めてですね。あ、県チャンピオンは今回初めて。今何歳なんでしたっけ。今31になりました、この前チャンピオンだって、はい、あれよあれよと、あのシードもない状態です。すごいめちゃくちゃおもろい、しかもちょっと線形も面白いというので、最初あの初心者の時はなんかペンを持ってやったりしてたんですけど、はいはい、その時なんかラケットなくしてしまって、はい、でなんかこうカット用の家にあるラケットを使って、そのままカットの中学生、高校生の時も結構カットがメインでやってて、徐々にあの大学生ぐらいから攻撃の方にシフトしていってって感じです。で今 何マンって言えばいいですか。難しい、難しい。分かりやすく言ったら間みたいな感じですよね。ああいうプレーを目指して、ああいう感じですよね。あいつらの情報くれて。
さんが試合で1点でも多く取り、1勝でも多く勝てるようになってもらうためにケンタジクというオンラインサロンをやっています。主な活動内容としましては、試合で使える技術や戦術、練習メニューなどの解説動画を毎週配信しています。また練習会を毎週行ったり、僕に何でも質問ができる質疑応答ライブを毎月開催しています。強くなるために自分の頭で考えてプレーするのはもちろん大切ですが、いろんな方に教わったり、いろんな選手のプレーを参考にして取り入れていくのもとても重要です。トップ選手が何を意識して練習や試合をしているのかを余すことなく配信していきます。強くなりたいけど周りに指導者がいない、もっともっと上を目指したいという方は、レベルを問わずご入会をお待ちしております。詳細は概要欄からご覧ください。一緒に強くなりましょう。それ以外にやっぱりカットブロックだとか、本当にこうどちらかというと攻撃の面でもいろんな多彩な技術があったっていうのが本当に印象的でしたね。やっててやりづらさはかなりあったんで、レシーブもやっぱりすごい切れてたんで、なかなかあれはその持ち上げるのも大変なぐらい回転かかってたんで、攻撃マンだと思って入るとやりづらさを感じるし、逆にカットマンだと思って入ってもやりづらさを感じるっていう、なんか結構それこそ対戦したことがないあのタイプだったので、本当に面白いなと思いました。ありがとうございます、はい、疲れたボールに対してループでやっぱ1本こうで次ブロックされたボールを決めるっていうパターンが結構やりたいなと思ったんですけど、そこでやっぱりこういうレベルになっちゃうと、ああいう甘いループだと
一発でいかれちゃうんだなっていう、もう少しだから強く攻めなくちゃいけないってなると多分次また焦ってミスっちゃうんだろうな、まあ思ったのが、県予選だとやっぱりああいうループでこう決めるっていうのが多くて、この前の全日本もそういうボールを一発で決められるっていうのがあったんで、そこがそうですね、そこがやっぱりこう全日本で勝つレベルなんだろうなっていうのを感じました、改めて。はい、ちゃんと県チャンピオンの企画を踏まえたいいコメント。だからめっちゃ考えてるなと思いましたね。そのプレー自体がいろんなことを考えながらやってるなとはすごく感じて、可能性はめちゃめちゃあると思います。はい。ありがとうございます。対戦するかもしれないね。そこまで。これからそうなんです。これから県チャンピオンとやっていったら僕全日本で当たる。当たるかも。当たるかもしれないんで。まあ、県でまず予選通るのがすごく大変なレベルなんで、でもまた通って、全日本でそういう舞台で、はい、やりたいですね。そういうとこまで行けるように。次は僕スーパーシードになるんで、なかなかできないですね。会場でお会いできるのを楽しみにします。はい、引き続きこの企画は継続したいので、ぜひ、まあ、いつのチャンピオンでもいいんですかね。まあ、だって何年以内とかにしますか。そうですね、何年以内にしましょう。3年以内とか。3ですね。3年以内の、全日本予選のチャンピオンの方で、このチャンネルに出ていただける方がいましたら、ぜひご連絡お待ちしております。これからの松本さんの活躍にも皆さん期待してもらって、一緒に頑張っていきましょう。はい、ありがとうございました。はい。